演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、冷やしニンニク醤油ラーメンを食べたいと思います。なんかいろいろと目立つワードが入ってるんですけど、ニンニク醤油でしっかり冷やして食べるラーメン、どんな味なんでしょう。ちょっと想像つかないですね。これは楽しみです。野菜もいっぱい取れるみたいですね。それでチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。準備できなかったんですけど、開けた瞬間ニンニクの香りが強いですね。そして冷やしと麺とチャーシューとか重量感、結構多いんですよね。持ってるといただきます。醤油ラーメンに入ったものですが、結構パンチのあるスープの具材でしたね。もやしの量も、キャベツの量も多くて、それだけでもう満腹なんですけど、で、麺も太めで、ラーメンにしてはかなり感じ応えのある感じなんですね。ただ、それ上にスープと絡まり方がちょっと残念でしたね。もちろん、スープの量が感じ良かったんですが、結構パンチがあって、好みが分かれそうな味でしたので、こちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分ですね。